イム55新地。本日はですね、ソロキャンピングということで裏山に来てまーすということで、今回ね、久しぶりのね、やっとキャンプに行けました。最近ね、まあ仕事だとかいろいろねバタバタしててですね、なかなか行けたかったんですけどもね、久しぶりにねキャンプとこういう風な形で動画を配信することができました。大変お待たせいたしました。というか待ってる人が何人いるかわからないんですけども、で本日はこちらにあるんですけども、こんな感じでね、軍幕ですね、ドイツ軍の軍幕なんですけども、前々回ね、あのグループキャンプ行った時にキャンプ仲間からなんとねこれタダでもらいましたんで、ね、前回のキャンプの時はね、あのちょっとね、まあ人もいっぱいいたんでね、動画もあんまり回せなかったり、イベントも多かったんで、じっくりねこちらを設営することができなかったので、今日はね群幕キャンプということで、あのこちらのね設営をね楽しみつつね、一泊のキャンプを楽しんでいきたいと思います。はい、それではね設営していきたいと思うんですが、こちらはですねパップ型って言われるテントですね。まあテントで言うとね、あのまあドーム型が一番主流かな、丸いくるっとしたテントと、あとティビ型って言って、まあ三角形のテントと、あと今回はね、まあ群幕によくあるねパップ型っていうテントになります。まあ屋根みたいな形ですね、こんな感じで2枚張りになってます。で今日はあえて柄をね内側にねしてね貼ろうかなと思います。キラちゃんにね教えてもらったんですけどね、意外とこの反対側でもかっこいいよっていう感じでね、結構ね裏の色がねなんか違うんですよね、緑とね焦げ茶みたいなね。これはね、僕は群幕あんま詳しくないんですけど、年代がなんか微妙に違うのかな、同じ群幕の中でも。でうちの裏山はもうね杉の木がねいくらでも周りに生えてますので、天釣りして、あの中にね蚊帳をセットするっていうような形でねセッティングしていこうかなと思います。今日の設営のねポイントなんですけども、端のこういうハート目があるんですよね、2つ重ねたところ、こちらをですね点釣りしてロープでセットしていくんですけども、今こういう風に合わせてずらーっとボタンでセットしてるんですね、2枚ですね、こちらとこちらという形で。で中にねこのカラビナをセットして、これでパチンと止めれば、ここでロックがかかるので、ここでロープがセットできるっていう形で、なおかつここ中に蚊帳もねセットできるかなっていう形で、こういう形でセットしていこうと思います。で、あのロープワークはエバンスノットですね、こういう形でスッスッと2回転してカラビナをセットすると、こんな形でねシュッと絞り込むような感じですね。そうするとこういうようなロープワークになります。見えますかね、こんな感じですね。でこちらにね下からグッと引っ張っていくと、そうするとここでカチンとこういう風に止まりますんでね、カチンと、でこれで引っ張るという形になります。でこちらに蚊帳ですね。で撤去もねこれは簡単で、カラビナポンと取って、こちらのエバンスノートはねスッとすればもう元の通りになりますので、設営と撤去も簡単になるようなロープワークになります。2箇所ねこんな感じでハトメがセットされました。こちらとこちらがハトメにエバンスノットプラスカラビナですね。でそちらもねエバンスノットで引き時計にしてますんで、しっかり止まってます。でそのまま反対側にこういう感じですね、こういう形に引っ張ってきて、こちらの対角線の木にセットします。これはね、トートラインヒッチ自在結びでいいと思います。なぜこちら自在結びにするかと言いますと、まあここから今度ペグ打ちしてくるんですけども、このね高さの調整っていうのがねなかなか結構難しいので、ある程度ね微調整できるように、こちらはね自在結びトートランヒッチという結び方でやっていきたいと思います。はい、こんな形でね離しながらさっとできました。今ね緩んでるバージョン、これを引っ張りたい場合はこちらをスッとねグッとピタッとすれば、グッとテンションピタッとね張ることができます。これだとペグが刺さらないので、もう少し下げた方がいいですね。
ちょっと緩めて、あとは微調整ね。このぐらいかな。このぐらいで2つセットして、こういう感じですね。で、今ね、正面こちら側で、こう跳ね上げしようと思いますので、こちらのね、あの膜の方を上に重なるようにね、こういうような形になっています。で、こう跳ね上げる。そうすると、水がね、こう流れた時に、あの中に入らないような形になりますので、そういう形にやっていきます。設営の方完了しましたので、今回のセッティングを見ていきたいと思います。正面から見るとこんな形ですね。で、バックパックをそこに置いてます。今日はバックパック一つで、こちらのね、セットをすべて、中に詰め込んできました。で、最近から導入している、鬼ヤンマくん。鉢だとかね、アブだとかを寄せ付けないということで、まあ、効果があるかはちょっとわかりませんが、で、なんといっても今回はこちらのドイツ軍パップテーント、横はねもうこんなダラーンってしてますけどね、こんな感じになってます。サイドから見るとこんな感じ、こういう形ですね。やっぱり色がね、こっちが緑で焦げ茶みたいな感じで違うんですね。で、あえて反対側でね、今日はねセットしてみました。で、こちらロープワークがですね、木から、こちらはエバンスノット引き時計になってます。ぐーっとこっちに持ってきて、裏側はねこんな感じでですね、こういう感じになっております。カラビナでここでロックがかかるようになってますんでね、これ以上ね、あの下に行くことがないと。で、カラビナで蚊帳をセットしてるという形で、ね、結構ダルダルだったんですよね。大きめの蚊帳なんで、まあ大きめの蚊帳というかね、ドイツ軍パップがね結構ちっちゃいんですよね。なんかコンパクトなのはいいんですけども、蚊帳とかセットするときにちょっと中がダルーンってなってくるかなっていう感じです。で、こちらが後ろですね。反対側も同じようになっています。ちょっとねこれ引っ張りすぎるとね、ハトメの部分の強度が少しだけ心配ですが、まあちょっといろいろ今後試していきましょう。はい。で、こちら中ですね、蚊帳はこんな感じになっています。両サイドね、ちょっとダルンとなってるので、こちら中の空間をね、広くするような形で、ちょっとね、こう、てるてる坊主みたいな感じにして、引き上げております。もうね、8月の盆杉はね、大体ね、暑さの折り返しっていう感じ、例年そんな感じかなと思うんですけども、九州はね、もうね、日によってはね、盆杉。でもね、もうとにかく暑い。なんといってもこの湿度の高い。べっとーとね、まとわりつくような暑さになっております。はい、それではくるりんぱということで乾杯していきたいと思います。お、キンキンに冷えております。第一に乾杯。自然よありがとう。本日の酒のつまみはカツオのたたきになります。お醤油をかけて、これは間違いないやつですね。いただきます。うん、うめえ。キンキンに冷えてますね。2枚目、お、2つきた。あ、1個か。いきますよ。うーわ、うん、うわ。で、ビールで流し込むと、くー、うまいな。間違いないやつですね。うん、バクバクいきます。うん、これもちょっと多いけど一気にいくかな。
うん、うん、うまーい。海の幸を山で食べると、なんて贅沢なんでしょう。で、今日ね、クーラーボックスは持ってきてないんですよね。で、僕は、まあ、基本的にはベースはね、ソロキャンプでバックパックで一つでかなり身軽な状態で野営地の中に入っていくっていうキャンプスタイルで、もうほんと道具少ないんですよね。で、道具を軽量化するポイントのやっぱり一つが、クーラーボックスを持っていかないと。ただこういった冷たいものどうやって持ってきてるかっていうと、ちょっとね、今日ね、家にあったのがね、こんな可愛いデザインだったんだけど、こういうコンパクトな保冷袋ですね。この中にこういうね、枝豆、冷凍の枝豆ね、これがね、保冷剤の役割にもなるんで、これと、あとはね、まあ食材、いろんなもの、刺身だとかを入れて、まあキャンプの前日に準備もしできるんであれば、もうその時にね、しっかりね、パッキングしていいかなと思います。保冷剤も使わないんですよね。こういった冷凍食材とかをキンキンにね、凍らしておけば、食べる時にはね、ちょうどいい感じにね、解凍されていいんじゃないかなと思います。そうするとね、もう荷物がね、かなり軽減されますので、まあそういった形でやってもらうといいかなと思います。焚き火をやっていきたいと思います。焚き火はね、夏場暑いんですけどもね、虫除けとかにもなりますし、なんせね、まあ僕の場合はちょっと変わってるのかもしれないけどね、焚き火のね、香りを嗅がないとキャンプに行った気がしないということで、焚き火はね、できるだけやるようにしてます。で、今日ね、雨降るかなと思ったけど、まあたまにパラパラ降るだけでね、運よく降らないんですよね、そんなに強めに。なので、まあアルストーブも持ってきてたんですけども、アルコールストーブセットね、こちらね、こういう風な形で持ってきてたんですけども、今日は焚き火で行こうと思います。で、焚き火台はこちら、僕のお気に入り、バーゴのね、チタニウムヘキサゴンウッドストーブってやつね。めっちゃコンパクト。こんなんですからね、畳むと。めちゃくちゃ軽いのよ。もうこれお気に入り。まあこれからソロストーブかっていう感じかな、僕は。で、ソロストーブは、ライトとタイタンを使い分けてます。まあその日の気分とかでね、使い分けたりしてます。で、昨日も雨降ってたので、もうね、カレー粉使って着火剤します。これがもう早い。間違いなくつくからね。これを一番下にして、待つね。まあだいぶ一段落して、だいたいね、僕は設営したらね、一回こう横になってね、ゆっくり深呼吸してボケーっとするのがね、だいたいソロキャンプルーティンになるんですけどね。で、暗くなる前に、まあ寝床の準備と、あと照明類配置して、まあ焚き火ね、薪を集めてくるっていうことで、ここはね、まあ裏山で僕の実家の土地になりますので、いくらでもね、薪だとかね、集めてきてね、直火もできるんですけど、まあね、直火できるにしてもやっぱりこういうコンパクトな焚き火台あったらね、効率よくできるから、まあいいですよね。この煙がね、いいのよ煙出すぎだろうっていう感じ、大人の火遊びっていう感じで、いいね。まあキャンプ場だとかね、野営地とかでも登山とかでこういうのやる場合はね、地面にできるだけダメージを与えないように、いろんなこと配慮してね、やってもらったらいいかなと思います。まあ火事だけ気をつけてね、大ごとになりますので、まあ今日は昨日から
雨降ってるからね、火がねこう広がりはしないんですけどね、乾燥してる秋口とかは結構気をつけた方がいいかなと思います。さあ、あとは何しようかなっていう感じなんですけど、今日はビールのつまみに、まあ、枝豆ありすぎだろこれ、 360g ってこれ絶対一人で食べれんな。で、ブラックペッパーソーセージ、じゃーん、これも僕の定番なんでね、もう早速やろうかな、暗くなる前にビールをね、2杯目をいただきたいと思います。うまい。はい、私の座ってる場所から見るとこんな感じになっております。まだ日が落ちてません、かなり暑いです。鬼山くんがちゃんとこちらを見張ってくれてますね。さっきからね、煙がうわーってきてるんですけどね、今ソーセージを焼いてますが、なんか僕がいぶされてる感じになってきたな。お、だいぶいい感じかな。うん、いい感じですね。なんせね、結構湿気てるんでね、煙ばっかり出るんですよね。で、こちらがデイツのランタンです。まだつけてませんが、こんな感じでギラギラの真鍮メッキモデルです。で、夏場ね、こんなビールばっかり飲んでね、あのビールね、あの水分補給にはならないので、ちゃんと水もね、ちゃんと持ってきてます。まあ夏場は僕は2リットルぐらいね持ってきてます。あと、まあここら辺はいろいろとガチャガチャなってますが、ある程度食事が終わったら、まあ中に入れていこうかな。夜になるとね、ちょっと虫のね活動がね落ち着くんでね、それを見、うわ、蜂が来ました、怖い。あれはキイロスズメバチだと思います。はい、蜂が来た時はね、ピタッとね、ピタッと動かないように、間違ってもね大声出したりね、手で払うのは危険です。あの声の振動でもね、あの驚かせるっていうんでね、ピタッと止まりましょう、落ち着いてくださいっていう形で、もうそろそろ焼けたかな。お、いい感じですかね。さあ、食べたいと思います。これいただきます。うん、いい感じ、うまっ。ブラックペッパーソーセージですね。うんうん。で、ビールで流し込むと。はあ、うめえ。僕のね、キャンプ飯はね、ほんと簡単。ただ焼くだけ。お湯を沸かしたり、肉を焼いたりね。夜はカップラーメン。お湯を沸かします。ケトルでね。今日ほんと雨降らんな。明日はね、曇りのはずなんでね、このまま曇りのまま続いてもらったらいいかなと思っております。うん、うん、うまいな。やばい、雨がすごい、緊急事態です。うわー、溜まってる、やーべー、めちゃくちゃ雨降ってる。とりあえずタープを張ろう、タープを張っていきたいと思います。どうしようかな。まあ冷静にね、まあ最悪ね、お家に帰ればいいんでね、裏山なんでね。
雨がね、止みませんね。予想以上にね、地べたが水浸しでね、もうテントの中もね、ちょっと水が入ってきてるので、ちょっと今日はね、撤退しようと思います。恥ずかしながら。ちょっと準備不足とね、段取りが悪くてね、どうしよう。まあ水に濡れたら、ダメなものだけまとめて、もう帰って、まあね、裏山、うちからね、5分ぐらいの場所なんでね、まあ、明日以降ね、テントはね、片付けようかなと思います。まあ、ほんと久しぶりのキャンプでね、恥ずかしながら、こういう形でね、撤退するのは初めてかな。まあ、ちょっと油断してましたね。ただまあ、キャンプは無理せずにっていうことでね、やっぱ自然の中でね、やるものなんでね、まあ寝れないこともないかなと思うんですけど、まあまた今度暗くなったらね、それはそれでね、いろいろね、こうレイアウト変えたりするのが難しくなるので、まあ暗くなる前までに帰りたいと思います。今日はここまでになります。それではまた。